こんににちは川田ですす朝買い始めまま2月9日日水曜日になりましたこのコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますということで、まあ、マーケット上がりましたんでね、ちょっと一息ですよね。でですね、ビックス指数が高いときに買えば儲かるっていうのは、先日来もなんかこう一、2度紹介したんですけど、これはまた別の切り口でですね、同じようなことを言ってる人がいるんで、これちょっとだけ紹介してみようかなと。まあ、他にもちょっといくつかあります。でですね、 えっと、これ、私のセミナーはマネックス証券さん。で、来週火曜日なんですけども、まあ、私、あの。 テーマはですね SP500 の魅力を解説ということなんですけども、まあ、米国経済を味方につける資産形成術2022ということで、まあ、毎回、ですねやっぱり同じテーマ、つまり米国の強さ、それから株主、株,主株式投資の優位性をですね SP500 でエンジョイしようじゃないかと、借り取ろうじゃないかというテーマなんですけども、私の中では、ですね下手に個別銘柄買うよりは、ですね、まあ、SP500 の方が結果的にですね資産形成には早道ですよというようなことで、まあ これあの副題でもないんですけども永遠の青年などいないつまり永遠に上がり続ける青年などいないよというようなことを言ってみたいと思います。でえー、それと違う,うその3日後ですか、2 4日後か、来週金曜日にはです、ね、この野島さんという方と,です、ねえー、と対談をしてみたいと思います。これはうちの,あの企画でして夜の金曜夜8時からです。YouTube ライブですですす野島さんはですね シアトルに35年ぐらいおられた元ビジネスマンです。今はもうあの日本に帰ってこられましたが、アメリカの制度を使ってです、ね、資産形成に大成功された。もうその野島さんからですね、その秘訣それからなんですか、あのアメリカとはというのをです、ねえー、聞いてみたいと思,い思っております。私はあの、まあ、メルマガ引き続きやっておりまして。 でこれ、大倉博士はずっと書いてくれるって言ってるし、えー、っとそれから DAO と SP、これはですね、えーっと、なんていうんですか、あのどっちがいいのっていうことなんですけども、私は SP でいいと思ってるんですけども、あのそうは言いながらメディアではですね、DAO <laughs> が最初に報道されますし、指標としてはですねあの、気になる人もいるんじゃないかと思うんですけども、結論から言うと、DAO、まあ、も SP も実はね、100, 何100年ぐらいとってもですねそんなに変わらないっていうところが不思議なんですよね。 どうしてダウ30銘柄で SP500 の50銘柄、あ500銘柄のですねあの、よりフェアなあの指標にとほぼパフォーマンスがそんなに違わずに100年間もうまい、あ、といっても、こうやってこう、 あの右往左往上下してですね。有利不利があってで優位あって結果的に一緒になってると、もう。これもなんか変な感じではあるんですけどね。あとですね。えっと ark の答申はですね。etf ですけども、向こうではあのアメリカではまあ、随分有名でして、えー、まあ、話題になってるんですよね。で、まあ、もちろん今のことですから。あの投資対象の銘柄がもう。まあ 大幅下落しているものは多いですよねつれてこの ETF も下がってる。で、日本でも投資が随分あの、ね、基準価格下げてますよね。で、この中でですね、まあ、あの9つぐらいアークはですね、ETF 出してるんですけども、まあ、あの主要な ETF はですね、銘柄が随分似通ってるっていうようなことを言われてまして、そこら辺をちょっと私なりに深掘りしてみようかなと。まあ、結論からら言うとうと買うんだったらあの 1一つ、1銘柄でほとんどいいよというようなことになるんじゃないかと思うんですけどね。でですね、えっと、うちのオンラインサロンをやっております。で、サロンの企画でですね、新聞読み合わせっていうのをやってるんですけども、えっと、これが毎週土曜日の10時ぐらいから、まあ、日経新聞をですね読んできていただいたのを、えっと、前提にですね、皆さんで議論してみたいと思っております。それからと水曜日、今晩ですね、夜8時にはですね、 研究員報告ということで、えー、と EV をやってみたいと思います。これ前回もやりまして、今回後半ですよね。で、私じゃなくて元エネルギーの専門家の研究員からですね、えー、詳しくレクチャーを受けたいと思っております。まあ、詳しくといってもですね、あの本当にあの分,かり分かりやすく、あの身近な話題でやって解説していただけるんで、あの理解しやすいかと思います。それとあの、 プラットフォーマー5社が決算出ましたんで、そのラップアップも同じ研究員から報告があると思っております。それから個別相談、これはですね、えー、ポツ,ポツあの枠が入っており、あの案件が入って、案件といいますか、ミーティングが入っておりまして、実際、多いのはですね、えーと、証券会社、対面証券との付き合い方、これをどうしたらいいのかっていうのがね、やっぱ多いんですよねで。それは私の望むところでして、証券会社は、あの 使い方ですよねお互いに信頼関係を持って、えー、そうやって、えーまあ、どうやって付き合っていくかと、やっぱりあのネットよりもですね対面の方がコストは高いですが、そうは言いながら非常にあの、えーまあ、アドバイスも受けれるし、えーまあ、手間も省けるということで、ですねあ,のある一定以上の資産の方額の方にはですね対面証券というのはあの使い方によってはです、ね、非常に有効なんじゃないかなと思っております。はい、それからあの メルマガの購読方法はここにありまして、サロンの入会方法はここにあります。で私はですね、今日鈴木和幸さんとですね、対談にこれから行ってまいります。それから、まあ、マーケットですけども、えっと、前日比で、引きにかけてキューッと上がったんですよね。おおむね1%、ナスダック、SP500 は0.8ですけども、えー、他の使用指数はですね、1%以上。 上がっておりますですでねソックス指数が2.4%ですか週間変化率も、まあ、月かはまだ2日間ですけども、ナスダック100の上昇率が低いです。えー、2月はまだ日が浅いですけども、1.2%安、これもナスダック100の下落率が大きいですよね。年初来ではこんな感じ、それから高値からの投落率の差では、ですねやっぱりナスダック総合がまだでかい。それから <laughs> ラッセル2000も大きいといとうことですこのフィラデルフィア半導体指数は、ずいぶん戻ってまして、戻ってきましたですね。はい、で、これが SP500 の冷やし、過去1年間です。まあ、こんな感じです。ここでずっとと下げたんですけど、まあ、もうちょっと上がってくれると気は楽ということですね。で、これがですね、銘柄の投落率上位ですけども、昨日はアムジェンの決算が出ましたですよね。 あそれと、ですね、これはですね、えっと、年初来の日々の主要指数の騰落率ですが、こ、ま、こ、ああの,の指数、あの色合いだけを見ていただきますと、ナスダック100、ナスダック総合は、ですね、このオレンジの濃いところが下落率がでかい、緑の濃いところは上昇率がでかいということで、ですねこういう感じで、まあ、まだあの乱高下が続いていると、まあここの、ここの先週木曜日以降は、ですね、ちょっとまあ落ち着いてますけどね。 でえー、っとこの例えば14747ですか、今日の引け値、これはですね、えー、っとこの4.22下げたその前には及びませんが、先々週のここら辺よりは高いということですんで、まあ、あの若干あの、気は楽になっております。SP500 はです、ね、そんなに、まあ、乱,乱暴な上限がないというのは今回のナスダックとの差ではありますね。 でこれはですねアムジェンですけども、昨日決算出ましたですけども、8%弱上がっております。で、最大、今期はですね、えー、7000億円ぐらいの自社株買いを行うと発表して、えー、2030年までに利益が2倍になるということなんですよね。で、この株はですね、2000年ぐらいからこう十数年、ずっとこの低迷。 でででももなないんすすけども株価は動かなかったですよね私の知り合いがですねここにおられて結局独立されたんですけども今大成功しておられますけども私はこの方とですねアムジェンのことでアムジェンでですね少しあのあの勉強したことあるんですけどもまああの この独立された方はですねアムジェンがこれから停滞期に入るというようなことを見越して、独立されている、それはもう確かによく分かっておられたんだなと思って、ですね改めて、でただし2013年頃からですねこんな感じでまあ上がってるんですよね、まあ、そういう意味じゃあのこういう銘柄は、何てですか、あの今日明日じゃなくて、ですね本当に長期で見ると、リターンもでかいというような銘柄かなと思っております。で、えー とただこういうのもですね、なかなかこれ、ダウン銘柄に入ったんですけども、ダウンに入った途端ですね、まあ、低迷してるんですよね。まあ、そういう意味で、先ほどの冒頭のですね、SP500 の,私,の私がセミナー講師やりますけども、まあ、個別銘柄選択の難しさを物語る一端かなと思っております。それから10年歳の金利が1.965、でまあ、これ2019年以降の末以来のです、ね、高さ、利回りの高さということになっておるんですが、まあ こんな感じ、えっと、これしかしあの2018年には3.2%、ね、まあ、こういうこともありましたから、2010今の1.965が高いというと怯える水準ですか、まあ、もちろん実質金利と,かのとの見合いでもあるんですけども、まあ、景気がいいということの裏返しではないですかということです。でマーケットの、まあ、参加者と言いますか 予想,か予想する人たち、エコノミスト、ストラテジストはです、ね、まあ、あの年初はですね、ほんのちょっと前まで年内2%ぐらいじゃないかって言ってたのに、こういう感じでですね、急速に金利が上がってるんで、2%超え 2. 5、2.5%、3%, 3、3こういうようなことを言い出していると、まあ、これはまあ職業柄し方ないですよね。 でえっと、これは昨日のマーケットですけども、10日に CPI が出ますので、これが一つ注目かなと、あと今晩はあとで行あのディズニーの決算が出ますね。で昨日は金利が上がったんで、まあ、あの金融が高いと、あと、えっと、マクロン・プーチン会談、それから米国イランの間接協議再開で,です、ねまああの、エネルギー株が少し売られたと。まあ いいですよねこれ、あとファイザーが決算出したんですよね。で、えっと、決算はバカ良かったんですけども、ガイダンスがバカ良かった反動でということで、株価は6%ぐらい下落してましたですよね。それからメタはですね4日続落で、えっと、投資家の、えっと、取締役にいたピーター・ティールがですね辞任する、まあ、この人は政治活動に忙しいって言うんですよねがペロトンはですね。 えっと売上高、ずいぶん下方修正しましたよ、数字ちょっと今、目の前にないですけども、さっき読んでたんですけども、株価は25%急急止、これはあの大,規模大規模なリストラ、新しい CEO を迎えて、えーっと、CEO の交代ですよね、前,前からちょっとい,たいた人は CEO に昇格して、えー、現 CEO が退任すると。それでですね人員削減計画が 交換ということです。まあ、この人はピーター・ティールという人ですけども政治活動数少ないシリコンバレーでは数少ないトランプ支持者だという,いうこと支援者ということらしいんですけどね、まあ、政治これからより政治にあのなんか時間を費やしたいということらしいですでこれがメタの株価ですであの冒頭言ったですねえっと ビッ i x 指数が高いときに買えば儲かるというのはです、ね、JP モルガンのなんかレポートにあったらみたいで、えー、っとこの1か, 1, か月移動平1か月移動、つまり20日移動平均ぐらいですかね、より50%高いところで、えー、ビッ i x 指数が高いときに買うと半年、半年後のリターンは、ね、SP500 で平均で9%だと、これが1990年以,以降です、ね、21回こういう。 ことがあったっていうんですけども、50%高いということがあったらしいんですけども、えーど、そのどれもでも多かってると。しかし、エクセプト例外はリセッション、気を除けば、まあ、あのリセッションというと、まあ、90年以降ですとです、ね、えー、っとこの金融危機の時にリセッションある、直近ではコロナの時にリセッションある、あと90年の、えー、第3クォーターかな。 えー、にも91年で0年でしたっけリセッションありますから、まあ、何とも言えないんですけども、まあ、いずれにしてもこういう高い時に買うと儲かってるっていうのは歴史の示すところではあります。これが私が見てるですね。ナスダック100で24日のザラバにあった1万3700ぐらいですか。ここからまあ、1000ポイントぐらい上がってるということで、まあ、これこれに。 その日の終わ値ではないんですけども、日中年ですけども、もうちょっと、もう1000ポイントとは言わんけど、5、600ポイント、まあ、1000ポイント上がってもいいけど、どこれでうろうろしてくれると、気分的に楽ですよねということです。で、これが、えー、っとこの使用指数の過去5日間、1ヶ月、年初来、で、過去1年、で、業種では昨日過去5日間に限れば金融が高い。 それから1ヶ月だともうエネルギーが断トツ。エネルギーが年初来では断トツ。で、えー、っと、これ、アムジェン決算出ました。えー、っと、アムジェン1日ずれたんですかね。あの今日火曜日ですもんね。それからディズニーが今晩ですよね。それから、えー、っと、CPI はですね、エコノミスト予想は前年同月比で7.3%上昇。これ、12月が7%で、11月は確か6.8ですよね。そういう意味じゃ、まだまだ。 この上昇率が高まってるんですけど、まあでも相場はそれをすでに織り込んでるっていう格好ではないかと思っております。まあ、バランスのこの今週号を見てもいただいても、ですね水曜日ですからもう皆さんのお手元に届いてるかもしれませんけど、8番か9番の記事にですねあの生産性の上向上とですね、えー、でですね、あのなんかアメリカの。 あのインフレ上昇率はです、ね、もうあ,あんまり峠を越すんじゃないかというあの楽観的な記事がありまして、まあ、アメリカってそういうところありますよね、人件費が上がるんだったらどん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 、まあ、首切って,って雇用を抑えてあの合理化しますからそこも日本と違うところかなと思っております。それれからこれははもう収録は終わりました昨日 で、えっと、この中で、ですね、えっと、塩はですね17日ぐらいまで少し引いていくんですよね。これはの12月20日の,あのレポートでも、あの動画皆さんの,あの視聴者皆さんが視聴できる動画の中でもこれを見せております。で、えっと、この CPI が10日、それからですね3月1日にですね、 11月8日に中間の中間選挙の時にえっとテキサスの州知事があの選出選挙なんですよね。その候補者選びの予備選がですね。3月1日にあります。ここは非常に注目だということです。まあ、テキサスはあの共和党はもともと強いんですけどもで、しかも現職が強いで、現職はアボットさんということで、あのプラトランプとあの？ えとコロナに対する、まあ、あの扱いで,です、ね、対処の仕方でですね随分批判もあるんですけども支持もあると、まあ、この人のアボットさんの勝ちっぷりがです、ねえー、中間選挙を占うそれからその,後のですの、ね、大統領選挙を の行方を今年はですね、えっと、FOMC これが8回まあ年、ね、8回ありますけどもあのこの8回とですね議事用紙がまあ大事ということでここはですね照明を読む証明なんかにもまあ,あの出てるんですよねそういうサインがだからここがタ,ターニングポイントになるということで、えっと、次回はですねこの3月1516ですか。 それからその3週間後でしたっけ、議事用紙が出ますので、まあ、こういうところに注目かなということです。それから、えっとこの、これがですね、えっと、潮目のですね、私と箱田さんの対談でですね出てきたんですけども、このいつも赤のスイッチエンジスコアであの語ってるんですけども、最近ですね、箱田さんがですね、ちょっと赤を加工したですね緑の数字入れてまして、これがあの、えっと、 この将来株価とです,、ね、すごく性相関性が高いつまりこれはダウなんですけどもダウのこれがずーっとこう出てますからダウ、えー、の将来を占う上ですね赤よりも緑の方が見やすいだろうということで緑との相関関係が強いということを、まあ、あのプレミアム会員の方には申し上げましたということですそれからこれがダウの株価、まあ、アップル強いですよね あのそれからこれがほらアムジェンが 7, パ7 8に上がってるということです。それから金,金融関係もアメックスも高いですよね。GS も高い。まあ、GS はしっかりですか。ということです。でこれがナスダック100です。でこれが私のポートはもう C が130いくつが大底だであってほしいんですがその後まあとあ162まで上がっておりますということです。 まあ、ジブラは2月10日に決算ですが、まあ、ちょっと押しておりますね。で、本格採用前、バロンズ・ラウンドテーブルあたりを中心に銘柄を選んでおりますが、これもうちょっと後で見やすくしたいと思います。こんな感じ。まあ、業種はですね、ハイテクに偏らずに、あのいろんな業種から選んでおります。で、これが、えっと、過去5日間。1か月。年初来。過去1年。これがアーク。 まあ、アークは本当にずいぶん話題になっておりますねあの、はい。で、過去、これがバロンズ銘柄の過去3ヶ月です。はい、以上です。ということで、今日は私は今から鈴木さんのところに、ストックボイスに行ってまいります。それでは失礼します。ありがとうございました。